対3層交流電源の総回転について、このような回路があるとします。点 ABC 側に対称3層交流電源が接続されているとします。電検算種の問題文や参考書などに対称3層交流電源の総回転は ABC の順と書いてあることがあります。これは A 層、B 層、C 層の順で、 電圧が発生することを意味しますこのように ABC の順序が繰り返されます。図で詳しく解説いたします。ここに ABC と120度ずつずれたベクトルがあるとします。これが半時計回りに回転します。総回転は ABC の順と書いてありますので、時計回りと勘違いしやすいですが、 半時計回りが正しいですのでご注意ください。ここで横軸に時間、縦軸に電圧の波形を描いていこうと思います。まずはベクトル A の先端部分にだけ着目してください。このように時間とともにベクトルが回転して点 A の高さをもとに電圧波形が描かれます。次はベクトル B に着目します。 このベクトルの先端部分に着目してください。先ほどと同様にベクトルを回転させます。そうすると、ベクトル B によってこのような波形が描かれていきます。次に、ベクトル C に着目します。このベクトルの先端部分に着目してください。先ほどと同様にベクトルを回転させます。 ベクトル C はこのような波形を描きました。では ABC で同時に波形を描いてみます。このグラフにおいて横軸を時間としましたがこれを位相角で表した場合 A 層の 電圧ゼロから発生する点に対し、B 層の電圧ゼロから発生する点は、120度遅れた点になります。ラジアンの単位で表すと、2 3分の 2π ラジアンとなります。C 層の電圧ゼロから発生する点は、これも B 層の電圧0の点から120度遅れた位置となります。さらに、 C 層の電圧0の位置から120度遅れた点が A 層の電圧0の点になります。電圧波形はこれの繰り返しとなります。この波形はあくまでも電源側から発生する電圧の波形です。電流ではありません。電流の波形は深側に何が接続されているかによって決まります。 これはあくまでも電圧の波形であることにご注意ください。以上で解説を終わります。お役に立てましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。